勝利のため手を尽くすつもりだ。観光、観作、銀兵、こたびがお主たちの初陣だ。実戦だが、お主いろいろと観光、あざなは暗黒関羽の子、関兵の弟で関作、関銀兵の兄である。幼少より才の片鱗を見せ、あの諸葛亮にも評価されていた。思慮深く、父や兄と同様武芸にも長けている。時は三国鼎立の時代。彼の父関羽は劉備の命を受け、魏の繁盛へ進軍する。軍神の子として諸葛亮、いざ繁盛を攻め落とさん。我らの武勇で諸葛亮殿の秘策をなすのだ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。馬がご入り用で。待ってれ、魏の援軍が繁盛に向けて進軍中。
せ。はっ。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。よっ、はっ、せっ、毎度どうも。いらっしゃい。毎度どうも。いらっしゃい。毎度だ。
戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。よし、ここで防御体制を取るのだ。繁盛へは近づかせん。お前たちは俺が止めてみせ。すごく強そうな人。でも精一杯頑張ります。戦闘の務め果たせなかったか。申し訳ありません。よかった、これで繁盛に向けて進めるね。終わったのか。勝ててよかった。アニウエスが結構強いのね。父上に比べて随分細いのに。あれ、要所ってあそこで合ってる？自信ないけど、とりあえず出発。戦った。だが魏の牙城は想像以上に固く、蜀軍は苦戦を強いられる。さらに激戦の中、漢口の兄弟張邦も戦死してしまう。魏の世の実現は難しいかに思われた。そんな中、
諸葛亮は再び北伐に挑む。そして残された優勝漢口に密命を言い渡した。諸君もそして漢口もまだ諦めてはいない。少数精鋭での野心、これが成功しなければ勝利はありません。ただ相当な危険を伴う任務になるでしょう。だからこそ観光、あなたにしか頼めないのです。せめて長鋒が生きていれば。私も行く。もし兄上に何かあったら。私、銀平、お前にはお前のなすべきことがあるはずだ。でも父上やお兄上や長鋒殿だって。私なら大丈夫だ。それにこれぐらいできなければ父上や兄上長鋒に叱られてしまう。ここで待ってる。でも絶対に帰ってきてね。ああ、約束する。